あ、じゃあ一応こちらに一つ座っていただいてよろしいですか。あ、どうぞ中に。皆さん、おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ元スラロームレッスン、ということで今回第2回になるんですけれども、ご参加いただきましてありがとうございます。でこのスクールはですね、私が企画しまして、ワイドを楽しみながら、あと上達してですね、それぞれの目的、主に行動で安全にっていうところにですね、つなげていただければなっていうところでですね、開催させていただいております。手伝ってくれる、スタッフということでですね、じゃあ、林さんから自己紹介をください。おはようございます。林と申します。まずはどうぞ一日よろしくお願いします。物々しい格好してますけども、ローデッセですからサポートをいただいてまして、スクールぜひ行きたいなっていうのもあって、ちょっと来させていただいています。暑いっす。なんですけど、ロードがずっとやってきたんですけども、こういうスラロームも練習でやって、で、スポーツライディングとかも結構いろいろやらせてもらいました。モトクロスもそれトライアルもそうだし、いろんなことやってました。で、全て共通しているのは、低速でやってることってですね、高速域でも生きてくるなっていう気はするので、今日低速で、主に、今日慣れてる方を見せてもらうっていう形になるかなと思いますけれども、楽しくやりたいかなと。で、申し訳ないんですが、皆さんができてないところに関してはガンガン指摘させていただきますので、診断機だと思っていただいてですね、どんな会議になっているかなっていうのを、考えていただければと思います。一日どうぞよろしくお願いします。皆さんおはようございます。今日お手伝いさせていただく平塚といいます。どうぞよろしくお願いします。私もですね、結構バイクは好きで、今日北ショートコースやってますけど、ミニバイクから始まって、で、中くらいのものから大きいものまで結構いろんなものをですね、練習で乗ってきました。で、個人的にもトライアルとかやって、かなり低速系のものは好きでやってますので、今日、皆さんのお役に立てるように、一緒にやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあとりあえず準備入ってください。よろしくお願いします。Thank you.
また引き続きね、同じコースなんで、それぞれの課題に向けて練習していただければと思うんですが、ちょっと予告した通りですね、タイム計測できるようにしましたので。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私の主催の、モトスラロームレッスン第2回目、やっております。5名の方のご参加をいただきましてですね、今あともう30分を切ってですね、最後の仕上げ走行という感じになっております。それぞれですね、8の字直線パイロンスラローム、コースラロームとですね、どこ練習してもいいという形でですね、それぞれの課題の部分を走っているという感じですね。で、これからですね、ちょっと今日のコースどんなコースかっていうのをちょっとねご紹介していきたいと思います。合わせてね、新しいアイテム導入しまして、これねちょっと汚らしいんですが、この、タイム計測ですね、スタートとですね、コーススラロームですね、コーススラロームの方で、タイムが計測できるアイテムです。ちょっとね、そのタイム計測も合わせて走っていきたいと思います。ミラーは畳んでおきましょう。直線パイロンスラロームね、15本ですね。で、午前中は5メーターピッチでやってましたけれども、午後は 4.5 にしています。行きます。見てる人は酔っちゃうかもしれないんで気をつけてください。そしてオフセットパイロンスラローム、基本のですね、加速、減速旋回加速のトレーニングができます。そしてこれがね一つ目のコース。そして8の字の練習エリアがこちらになりますね。今日は人数も少ないんでですね、このエリア3箇所の8の字で自由に練習してもらってます。今お一人ね練習しています。そしてコーススラロームですね、こちらのですね、黄色いパイロンのところで止まった状態から始まりますね。じゃあタイム計測も合わせてですね、していきたいと思います。先ほど測った時50秒3でしたね。いきます。49秒台目指せ。これは長い緩いターンをですね、パイロン2つを曲がっていくターン、そして加速減速、少し速度が乗ったところからのターン進入、そして緩いコーナーね、そこからの切り返しとまた少しハードブレーキングになります。そしてね、リズムが違うオフセット、そして最後、不等間隔の直線パイロンスラローム。51秒、あれ計測ができてないな、ちょっと隠しちゃったみたいですね。ちょっとね、足の位置にかぶるような位置に発信機つけてたんで、測れなかったですね。もう一回行ってみます。直線パイロンスラローム、当たっちゃった。大丈夫かな、倒してないですね。パイロン当ててしまったらですね、倒したらコースの外に出て直すというふうにお願いしておりますが、まあそのままでも別にいいです。私たちの方で直します。コース内で止まると危ないんでね、
今日は本当にいい天気に恵まれましてですね、ちょっと涼しい空気と、でも日差しもまあまああって、まあ、ちょっと日差しがあるときは暑いぐらいでしたね。ちょっとね、もう一回行ってみます。ブリッカーもね、あまりにもサスがふにゃふにゃしすぎてて走りづらいんですけれども、慣れてくるとまあまあいけますね。1速だとギクシャクするんで2速でやってます。よし、49分7、よしという感じでした。ありがとうございます。できるようになったとすると、9まで行っても掴めないらしいんですよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9 まで成長してるんだけど掴めない。で、10だと初めてパッと掴めるみたいな、そういうことがあるらしくですね、皆さんが今日いやできないなって思ってても、それがしばらく続けてると、10だと瞬間にあ、これなんかできるみたいな形でできる、次の階段に登るっていうことがある、そのことなので、もし今日お話させてもらったこと、まあできないなっていうところがあって、自分でちょっとやってみようっていうことがあったら、ぜひ次の練習の時とか、場合によっては行動で、走行している中でも姿勢を作るとか目線を動かすとか、そういったところは練習できるのかなと思いますので、考えてまた練習いただければと思います。で、2つ宣伝させてください。朝ちょっとつなぎのことを話させてもらったんですけども、メガネも、サポートをいただいておりまして、バイクランドメガネということで、ダブルグラスギアさんっていう京都のお店なんですけども、1ヶ月に1回全国こう回ってます。トランクショーって形で全国回っていて作ることができます。これ自分がレースやってる時にメガネ使いたいっていうところでお願いをしてサポートいただいたなんですけども、非常に良いメガネで、今日もジャッペルかぶってましたけど、もうほぼほぼ、ね、レンズの以外に視界がレンズ以外で見ることはないぐらいしっかり視界の中を捉えることができるので、バイクで乗るっていうところに関しては非常に優れているメガネかなと思います。よかったら、カタログもいくつか持ってきてますので、カタログとあと、サングラス、これのバイク用があるんですけども、これ度が入ってます。結構なカーブついてるんですけど、こういうのも作られているところになりますので、よかったらお願いします。で、つなぎは、プライドワンさんっていうですね、オーダーで作られている
なぎのメーカーさんとしてはあのかなり、考えられたつなぎになっていて、で私これ実際着てるのはモタードスーツっていうですねモタードのつなぎ着てるんですけども、これすっごい体動かしやすくてですね、まあ、今日も走ってて暑い以外は全然全く支障がなくスラロームできるなって思いました。普通の川さんにやるとどうしてもこうなっちゃうので結構しんどいんですけど、あのすごい考えられてるつなぎですので、あのよかったら、クライドマンさんお願いします。宣伝でした。仁一お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ皆さん、はい、皆さん今日一日お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか。なんかすごいいっぱい走れたんじゃないかなと思います。多分皆さんのそれぞれ上手になったりとか課題が見つかったりしたと思うんですけど、まあ、あのバイクってなかなか急には上手にならないので、またあのこういった練習の機会あると思うので、ぜひまた一緒に練習していただければと思います。今日一日ありがとうございました。あの自分が何をどうしたらいいかっていうことがある程度見えてきたりとか、あと自分がうまくできているのかできてないのかっていうのがあの判別ですね、セルフチェックができないとなんかよくわかんないなっていうことで終わってしまったりすることもあるんですね。ですから、まあ、皆さんそれぞれね、まあ、感想をお持ちかなと思うんですけれども、あの練習してる中で、まあ、行き詰まることもあると思うんで、そういう時にまたあの、まあ、第三者のね、まあ、インストラクターとかの目を通して意見を、まあ、受けながらですね、で基本はやっぱり自分がどういうような走り方をしたくて、で今自分がどうなっているのかっていうのをあの自分でフィードバックしていくっていうことをですねできてくるようになると、まあ、練習の機会っていうのがどんどん欲しくなってくると思うんですね。休憩しながら、ゆっくり安全にお帰りください。じゃあ一日どうもありがとうございました。